ネットの使い勝手を見ていくよ。はい。座るよ。うん。よいしょ。おう。どう？あ、背もたれがすごいね。これこそハイバックだよな。うん。頭まであるからね。これはいいや。いい感じ？うん。ちゃっかりね、そっちちょっと肘置きみたいになってるからね。本当だ。そう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 。地味にいいよね。これさ、うん、登校中にさ、うん、ここ座れるからさ、うん、こう座るとさ、こんな大きいさ窓でさ、うん、しかもこんないいさ、ちょっと背もたれになってさ、うん、結構こうリラックスしてさ、そうだね。見ちゃうよね。ちょっと贅沢な旅だよね、この後ろの人は ね。うん。じゃあこっち側も座ってみる。うん。よいしょ。あ、でもこっちもさ、うん、あ、これ角度変えられるんだよね。そう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 。あ、だから全然。結構リラックスできるんだよね。座ってる分にはね、うん、全然いいと思う。いい感じ、うん、じゃこれ全然対面もいいね。あ、いいよ全然。どっちの椅子座ってもね、うん、でこっちの椅子はさ、あの運転席助手席をこう下げてるんだよ、うんうんうん、頭を。でその分向こう側に椅子が行ってるから、うん、基本ねここで対面しようとするともっと足が狭いんだよね、うん、だけどその後ろにスライドさせることによって、そう、広い、空間を広く使ってる。すごいね。そう、いいじゃん。でもさ、この椅子倒すのがさ、うん、結構面倒だったりするじゃない、普通に考えたら。まあそうね。ね、うん、でもこれね、すごいのがね、バーテックさんね、ここの後ろに、うん、これつまみ足ここに引っ張ってみて、これ、これそれそれそれ、そう、これ引っ張るだけで運転席倒れるから。そうなの。そう、うーん、だから後ろに回ってきてから運転席助手席を引っ張るだけで倒せる。そうで、これがパタって展開する感じになるんだよね。すごい、うん、あ、これもじゃあ、そう、助手席の側にもついてるんだけど、だから今の状態だったらもっとリクライニングできるんだよ。あ、これをね、そう、レバー引いてみて、じゃあで後ろに、あ、本当だね、結構リクライニングできるでしょ。そう、いいんだよこれ。すごい。で運転するときはそれを全部倒す、一回降りちゃっていいよ。そう、全部倒して、うん、うん、で運転席を起こすと、うん、こちら起こして、はい、ね、うん、でじゃあ運転席をもう一回、じゃあ引っ張って倒してみようか。おお、ね、便利。すごい。だからさ、いちいちその車の横からさ、うん、レバー引かなくていいんだよ。なかなか面倒くさいんだよね。そうなんだよ、まあ、このソファーの空間を維持するためにできた装備といっても過言ではないね、うん、まあまあそりゃそうだよね、それ用のやつだよね、うん、すごいね。いいね、いい装備だね、うん。
この常設ベッドに寝てみたいと思う。はい、お願いします。あ、もう膝の入り込みがすごい深いね。すごいね。はい、結構余裕あるね。いや、めちゃめちゃ余裕あるよ。頭もすごいもん。じゃあ俺も乗ってみよう。うん。ああ、膝で登っただけでわかる。すごいよね。柔らかい。どれどれ。あ、もう何の苦労もないね。うん。何の苦労もない。だから1900ぐらいかな、これも。うん。うん、の幅なのかもしれない。あ、めっちゃ快適なんだけど。うん。ねえ。いいじゃん。まあ、窓2つあるから、どっちかっていうと、そっちか頭の方がいいのかもしれないけど、ねえ。しかもさ、これさ、マットがさ、ここでさ、切れてるじゃん。うん。ちょうどこっち一人さ、こっち一人寝るとさ、これがさ、あー、寝返りした時とかにね。そう、振動がさ、こっちの人にそんないかんの。確かにいかない。独立してるからね、マットがね。相手のことを考えられてね。いいね。やっぱ常設でダブルがあるとさ、すぐに何休めに行けるというか体もね、これはたまんないな。いいね。ああ、すごいたまらん。そしてなんとね、このベッドマットの下ちょっと見ちゃうと、見てくださいこれこれは何ですかっていう感じなんだけど、まあおそらくね、寝心地にこれかなり影響を及ぼすものなんでしょうね。これがね、これがね、多分独立していろんな方向にこう衝撃っていうかな、重さを分散させるような形になってるので、寝心地は抜群だね、うん、これが原因だったんだね、さっきの気持ちよさはね、うん、すげえ。早速、バンクベッドを展開してバンクベッドで寝てみたいと思います。はい、お願いします。よいしょ。これはね、簡単にずらすだけだから、うん、ずらすだけだね。はい、じゃあ乗ってみるよ。うん、どうかな、うん、横向きだねこれはね。多分荷室の方が広く作られてるから、こういう方向じゃなくて、今嫁が寝てるみたいに横向きで寝るような感じのスタイルかな。まあ小さいお子さんだったら縦にも寝れるね。そうだね、うん、全然大丈夫そうだね。165cm の女性だと大丈夫そうかな。うん、まあ170ぐらいなのかな、見た感じ。もうちょっとあるか。そうだね。うん、っていう感じのサイズ感になります。はい、窓がここと反対側にもありますね。2箇所。それとカーテンがあるので、ここ独立して目隠しすることもできます。あとね、バンク用のライトもついてますので、普通の照明と豆電球も使えるね。寝心地はどうですか？寝心地はいいよ。すごいいいね。うん、結構柔らかいでしょ、これ。うん、生地がふかふかでね、うん。うん。いい感じです。ここもなんかあれかな、敷きパッドでも敷けばすぐ寝れそうな感じかな。そう、ね、全然寝れると思う。うん。いいね。で、まあここのね、ソファーを踏み台にしていくような感じになるので、ラダーとかは特に必要なく登ることができます。まあお子さんとかはちょっとね、お手伝いが必要になっちゃうかもしれないけど、まあこんな感じでね、バンクベッドとなります。はい、ということでいかがだったでしょうか。バンテックさんのジルノーブル、今回ご紹介させていただきました。まあご覧いただいた通りね、ちょっと見切れちゃってるから、ここにね、あのワイングラス収納とかね、すごい綺麗に飾ってあったりとか、天井の間接照明がこうちっちゃいライトがいっぱいついてて、大理石調で施されてたりとかで、あのベッドよ、うん、めちゃめちゃふかふかのダブルベッド、僕でも余裕で寝れるやつ、うん、そう、やっぱ体が大きいのでそこは本当にポイント高かったんですけど、さらに寝心地もいいということで、もう素晴らしい試合でした。じゃあ山本、今回どこが一番良かった？でもやっぱりベッドかな、ベッドか、常設ベッド、後ろの、うん、あー、同じだね。じゃあね、やっぱ常に何もしないで、うん、あるってさ、うん、いいよね、いいよね、うん、うん、すぐね、ここでちょっとパソコンなり食事なりとって、うん、もう眠いわって言ったら、うん、ポンっていけるからね、そういけるから、うん、あと布団敷きっぱでいいしね。そうだね、そうそうそう、うん、そこがポイント高いね。長期旅とかするんだったらやっぱ常設ベッドっていうのはありかもしれないね、うん、まあ、常設ベッドがないパターンの場合でも、うん、よりさらにベッドが広いパターンがあるからね、うん、ないんだけど展開するとめちゃめちゃ広いみたいな、そうだね、もあるから、お座敷スタイルで広く旅をしたいか、うん、あるいはこうダイネットにして、まあ、ベッドダブルベッドで過ごすっていう、うん、どっちがいいかっていうところもね、うん、結構キャンピングカー選びには重要になってくるのかなと思います、うん。
もうこのノーブルに関しては由来も聞いたんだけど、うん、やっぱ高貴なっていう意味だし、うん、で高貴っていう意味がねあるんですけど、まあ、さっき言ったこのワイングラススタンドとか、うん、暖色系のライトとかをまとめて、うん、やっぱちょっとこの高級志向に仕上がってるような感じだよね。なんかちょっと大人な雰囲気のあるね、うん、空間でちょっとこうしっとり楽しむみたいな、そうだね、うん、そういう感じですね。落ち着いた雰囲気でね、そうそうそう、落ち着いた感じのね、うん、ということでね、今回のジルノーブル気になった方ぜひ説明欄の方にリンク貼っておきますのでチェックの方お願いいたします。あとはバンテックさんの運営する YouTube チャンネルとアプリもあります。自分の現在地を読み取って最寄りの道の駅だったりとか、まあ UU パークとか RV パークとかそういった有料の車中泊スポットとかそういうのがこう瞬時になんか検索できるね、うん、そういったね面白いアプリがあります。チャンネルのリンクは貼っておきますので、あのアプリの方気になった方はぜひストアの方で検索してみてください。バンテックで出ると思います。ということで、はい、バンテックさんのジルノーブルかっこいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。